ークの小林さんとスーさんにやってきました。帝国スーパーの川のね、音がバッチリ聞こえたりとか、カラスが鳴いたりとか、ヘビが鳴いたりとか、そういう感じの自然感があります。メリーコーヒー中に入ってみたいと思います。私が今の膳をいただきます。前菜が来ました。ルーチっていうのを初めて聞く。野菜も入ってて、いただいてみたいと思います。日本に出てきたのはひじき。これからの季節、ひじきがまた熱心になると思うので、いただいてみたいと思います。上になんかひらーみたいな感じで乗っています。いただきます。見てください。いただきました。すごくないですか？ビール出てるし、早速いただいてみたいと思います。ガチガチ味します。なんか昔おばあちゃんちで食べてたお魚の味がする。そばが落ちました。コンパクトなタイプのおそばが。麺がね、すっごい濃いんですよ。なんか珍しい感じです。ありがとうございます。では、まずはこのまま麺をつけてね、切るだけで失礼します。美味しい。なんか、ちょっと溶ける感じです。この中に入った瞬間、なんかすべてで溶けるみたいな。美味しい。はい、なんともお腹いっぱいたくさんいただきました。ごちそうさまでした。ということでね、こちらのセンツーさんでそばをいただいてきました。雰囲気も良くて、匂いからね、古民家な感じのいい匂いがして、お料理もとてもお丁寧に作られてて、すごいご食いようでした。ということで、この回も最後までご覧いただきありがとうございます。引き続き超ハンターということで、またね、次の場所に行きたいと思いますので、ぜひ次回もご覧ください。ではでは、以上、三上しきたでした。またねー。